はい、トラポンです。今回の動画はですね、有馬記念の枠順が決まったということでですね、それについてですね、ちょっとお話ししていきたいと思います。はい、毎年ね、最近恒例になりました、公開枠順抽選会ですね、例のごとくありまして、まあ枠順がまあく、まあのくじ引きですね、によって決まりました。 まあ、ということでね、まあ、内枠の方からね、一刀一刀、その、まあ、枠、この枠に入った感想というかね、ことをちょっとお話ししていきたいと思います。はい、まず、1枠1番をね、スカーレットカラーということで、まあ、この馬はね、比較的、まあ、中段からね、後ろから行く馬ということで、まあ、そこまでね、内枠にこだわってはいなかったと思うんですけども、それでもね、後ろから行く馬とはいえ、 やはりね大外に入るよりは内枠に入った方が、まあ、ロスなく競馬ができるということでねまあもちろん悪くはないと思いますねはいただね1枠1番を思いっきり生かした乗り方ができるタイプの馬かといえばまあそこまではないのかなというふうな感じですねそして1枠2番にですねスワーブ・リチャードということでまあこの馬はね まあ皆さんご存知の通り左回りが得意で右回りはですねどうしても最後内に持たれてしまうという癖があるということでまあ内枠に入るのはね非常にいいと思いますねどうしてもね最後内拉致に頼って走ってしまうことになりますのでまあねロスなく行為のね内目でまあいいポジションを取ってね最後内から抜け出すまたは4コーナーですね先頭で押し切るような競馬のパターンになればですね この枠を生かせるかなということなんですけどもただスワーブリチャードの気がかりなところはですね最終追い切りがちょっと予想以上に軽い状況だったとハンドで58秒台ということでねその辺が非常に気がかりかなとやはり G1 レースなんでね最終追い切りはある程度のねピシッとした追い切りをしてほしかったなというのがまあ印,象な印象ですねはいで2枠3番にエタリオと まあ、エタリオはね、前回のジャパンカップで久々に深いブリンカーをつけて、まあ、行きっぷりが戻ってきたということでね、前走は外枠13番から先行していって、まあ、最後ね、直線、まあ、馬場が悪かったということでね、まあ、伸びなくて負けてしまったんですけども、ただ、前回の行きっぷりを見るとね、この枠はすごいいいかなと。この枠ならばですね、ある程度の位置取りで競馬ができそうですし、まあ、両馬場で行われるまで、 行われればですね前走のように最後伸びないということもないと思いますのでね十分一発あっても不思議ではないと思いますはいそして2枠4番のステッフフェリオですねまあ、このままもねオールカマでに行きってるように先行タイプでなのでね内枠に入ったことはもちろんプラスとあとはね当日のババ状態が去年のような外枠差しババじゃないことを祈りたいと 内枠のですね、ま有馬記念に非常に多い内枠の先行有利な馬場状態であればですね、当然、まあ面白い競馬をしてくれる可能性は十分かなという感じですね。はい、そしてね、3枠5番に入りましたフィエールマンと。まあこの馬がね、どの辺の位置取りになるかはちょっとね、 難しい馬の一頭だと思いますね。先行するのか、後ろから行くのか。ただまあ、この枠に入ったんでね。まあ、ある程度いいポジションでですね。この馬もロスなく立ち回って、まあ、外枠に入るよりはですね、非常にいい競馬ができるかなと。で、調教もですね、非常にすがる動きをしていましたので、出来はまあ、海外帰りなんですけども、非常に状態はいいかなという,うに気がしてますね。はい。で、池添ジョッキーもね、 今年の秋マイルチャンピオンで代ダ打ダで G1 勝ちを決めてますので、その時もね、赤い帽子でしたので、まあ、今回もね、また赤い帽子ということで、その再現になるからという感じでですね、非常にいい枠に入ったと思いますね。はい、そして3枠6番のリス・グラシューと、この枠、リス・グラシューもですね、宝塚記念で先行していますので、この枠は非常にいいかなと、リス・グラシューにとっても、この枠と、偶数枠でね、後入れで、で、内枠と、 いうことで、リスグラッシュも宝塚記念のようにですね、ある程度前見のポジションから、まあ、強気に押し切りの狙う競馬が十分この枠ならできるかなと。調教も,です,もうですね、私が見た中では、16頭中一番調教も動いていたし、出来は非常にいいんじゃないかと。最後の引退レースをね、いい形で締めくくれる可能性も十分あるかなというふうに気がしています。で、4枠7番のワールドプレミア。 このまもね、まあ調教は、まあそれなりに順調に来たかなと。まあ特段ね、ものすごくいいというわけでもなかったんですけども、別に悪いということもないと、まあ順調に来てると思います。で、ワールドプレミアもね、菊花賞では内枠を生かしてね、竹ジョッキーがすごい、うまく乗ってね、内枠、内、内から抜け出してきたということで、まあ今回もね、真ん中より内枠気味で、まあほぼ真ん中なんですけども、まあ許容範囲の枠かなと。で、ワールドプレミアはね、 この中山のちょっとね、時計のかかる馬場というのもね、合いそうなんでね。まあ、これもね、メンバー考察の時にお話ししたんですけども、3歳のまあレベル的な問題なのかなと。距離とかね、そういう部分ではものすごく向いてると思うので、まあ、十分構想あっても不思議ではないかなという感じですね。はい。で、4枠8番のレイディオーロと。まあ、レイディオーロは去年よりは、まあ、うち、去年よりは打ち目の枠が引けたと。 まあ、ジョッキーがね、今日の朝決まるということで、まあ、なかなかジョッキーが決まらなかったんですけども、まあ、三浦恒成ジョッキーになったということで、まあ、で、イデオロはね、とにかく状態面と、まあ、去年の出来には、やはりね、今年の成績を見る限りないのでね、その辺、能力が、まあ、去年の状態にはないけども、まあ、去年より内枠が引けたと。 まああとはね、去年は若干馬場に恵まれた点がありましたので、外枠有利、差し有利ということでね、まあ土曜日の馬場を見てね、当日どのような馬場状態になるかしっかり見極めてですね、まあ判断したいかなというところなんですけども、やはりまあ去年よりはね、どうしても馬の状態自体が良くないので、まあ若干厳しいかなという気はしています。はい、そして一番人気のですね、アーモンドは5枠9番と。 まあ、いうことでね。まあ、良くもなく悪くもなくかなと。まあ、ルメールジョッキーはね、インタビューで、まあ、どこの枠に入っても大丈夫だということだったんですけども。まあ、できればね、やはりアーモンドアイはね、内枠引きたかったかなと。最近ね、内枠で入った時はね、かなり先行していた,いたんでね。内枠に入ればアーモンドアイもかなりいいポジショニングができたと思うんですけども。まあ、果たしてこの5枠9番でどの辺のポジショニングになるかなという感じなんですけども。ただ先行馬がね、外枠に入ったんでね、 まあ、よ最初の、ね、1周目の、まあ、4コーナーまで先行馬がどんな感じで、まあ、先行し外からこう被していくかという感じで、ね、具合によっては、ねまあ、どの辺の一塁になるかって感じなんですけども、まあ、でも、やはり内枠に入った方が僕は取りこぼしがないと思ってたんで、まあ、この5枠9番が、ねまあ、満点の枠ではないかなと。 外からかぶせられたときに、まあ、どういった1周目のです、ね、最初のホームストレッチのところでどの辺のポジショニングになるかということなんですけども、まあ、できればもう少し内枠が欲しかったなという気はしますけどもね実力はまあ断然なんでね、まあ、ルメール騎手、今年も十分乗れていますので、まあ、それなりには、ね、もちろん一番人気ですし、まあ、形は作ってくるかなと。 まあやはりアーモンドアイもね、内伸びなのか外伸びなのかによって、乗り方もだいぶ変わってくると思うんでね、その辺はしっかり見ていきたいと思います。で、5枠10番のサートのナーリアと。まあ、サートのナーリアね、まあ、ペース次第だと思いますね。スローだったら、まあ、ある程度前面にはつけれると思いますし、まあ、ペースがね、どの程度になっていくかということなんですけども、 まあ外からね、先行馬がいるんでね、サートナリアもあんまり被せられたくないと思うんですけども、ただね、あんまり気分よく行かせてしまうとね、サートナリアの場合はどうしてもね、直線が最後甘くなる傾向が最近の走りから見受けられますので、やはりあんまり道中無理して行きたくないのでね、やはりサートナリア的にはもう内枠がもうちょっと欲しかったかなという感じはしてるんですけども、 まあ、スミオンジョッキーもね、今回2回目になるのでね、前回の反省を踏まえて乗ってくると思うんでね。まあ、あとは、先ほどのワールドプレミアの時に言ったように、3歳のレベルが、コアとのレベルがどれぐらい差なのかという感じでしょうか。はい。で、6枠11番が奇跡と。まあ、奇跡はね、去年は逃げましたけども、今年はまあ、アイロリットがおそらく逃げるのでね、 アイドリッドが外からかぶされてすぐスッと2番手つけれるかどうかまあある程度ね早めに対立が決まってしまえばね外目の枠ですけどまあそこまでね外の不利はないかなという気がするんですけどねまあ去年ね7枠から14番でしたっけまあに逃げた時にねお重長さんがちから1回引き掛けたところけかなりねスタート強引にいってねて最後垂れてしまっているんでねまあできればね 前半はなるべくスタミナを温存して先行したいところなんですけどもまあ内枠にね先行しそうなのがスティフィールドだけなのでまあ去年よりはスタートねそこまでスタミナをあの消耗しないで先行できるかなという気はしますまあ奇跡の場合もね海外帰りなのでね状態面なんですけどもまあ調教を見た感じでは まあそれなりの出来には仕上がったけど、まあ絶好調という感じの動きではなかったんでね。まあ果たしてど,のどんな感じになるでしょうか。まあと,とにかく奇跡もね、先行場は特に内伸びなのか外伸びなのかというのを土曜日のレースを見て確認したいと思いますね。はい。そして6 12万のクロコスミアと。まあクロコスミアもね、前走エリザベス上杯では逃げました。まあ前走はね、非常に恵まれたペースでね。 逃げてたんですけど、今回はまあね、前目に行く馬がいるということで、まあ、前走のような楽な逃げは打てないということなんですけども、まあ、クロコスミアのね、今までの競馬を見ていればですね、クロコスミアもある程度前目の競馬にはなるってくると思うので、まあ、クロコスミアの場合はね、中山の領績がそんなにないということでね、まあ、その辺が鍵かなと。まあ、外からね、奇跡の出方を見ながらの競馬にはなってくると思いますね、いあの隣の枠なんでね。 だから奇跡の見ながら多分先行していくんでね、奇跡の位置取り次第で、まあ、奇跡が2番手ならクロコスミアも3番手みたいな感じでですね、奇跡にくっついていくような感じでおそらく前半はまあレースが進んでいくかなというふうに私は見ております。はい。まあ、距離はね、2500メートル、やはりビクトリアマイルの専属のあの高速馬場をね、対応したところを見ると、うん、やはり長いかなという気はしています。はい。 で、713番のアルワインと。調教だけで言えばね、アルワインもリスグラシュに次いでぐらいいい動きはしていました。ただアルワインの場合もね、やはり距離が長いというのと、まあ、アルワインもやはり内枠が欲しかったなと。まあ、くじ引きを引いた直後のね、松山ジョッキーの表情を見てもね、あー、外引いちゃったか、みたいな感じの表情だったんでね、やはり外枠はマイナスかなと。 前目のね、内枠先行有利の馬場になったとしても、この枠からですと、やはり厳しいかなという感じはしています。ただ、調教は動いてました。はい。そして、714番のベロックスと。まあね、川戸ジョッキーもくじ引き引いた瞬間、外引いちゃったかなという感じの表情だったんですけども、ただ、ベロックスはね、基本的にどんな競馬でもできるので、まあ、外枠なら外枠なりのね、競馬ができると思いますので、 まあそれでもね、やっぱ中山の有馬記念も内枠は有利なんでね、まあプラスにはもちろん働かないということで、まあでもね、ベロックスはとにかくどんな競馬でもできるのでね、まあある程度対応はできるかなと。まあ散々言ってるように3歳のレベルが、今年の3歳のレベルが小馬のね、レベル、あの1級戦とやって通用するかどうかということがやはりベロックスにとっても鍵かなということになります。 はい。で、8枠15番のアイロリットと。まあ、アイロリットはね、まあ、おそらく逃げると思うんですけども、まあ、この8枠15番はやはり良くないと。やはり内枠、まあ、アイロリットのね、くじ引きの段階ではね、1枠2番がまだ空いてたんですけども、もし1枠2番に入っていればですね、かなり前半、スタミナを温存しながらおそらく逃げを打ってたかなという感じなんですけども、どうしても8枠15番からですので、ね、内枠の出方を見ながらになってしまうので、 どうしても去年の奇跡のようにね前半足を使ってしまうのでねマイロリットもおそらく私は天皇賞明けの、まあ、頑張りを見るとですねまあダイワスカーレットと同じぐらい能力あるんじゃないかといメンバー考察の時にお話ししたんですけどもその推察から,からでもですね十分 2500m 走りきってもねある程度の着順に来れる力はやっぱりあるとは思うんですけどもいやそれでもですねやはり前半いかにスタミナを温存しながら逃げれるかという テーマが鍵になりますのでまあこの8枠15番はまあマイナスかなとうんどうしてもね前半足を使っちゃうのでねすぐ4コーナー 200m しかないんでねすぐコーナー入ってしまうのでねどうしても外からですロスになってしまうとうん1枠2番に引いてれば私はかなり面白かったなと思ってるんですけどねそこだけが残念ですね津村ジョッキーもかなり残念がってましたので枠が決まった瞬間ね アイドルリッと最後の引退ーレースなんですけどもね、まあ内枠で走らせてあげたかったかなという私は思っています。はい、そして8枠16番がシュバルグランということでね、佐々木オーナーがくじを引く前からも外枠引いちゃうんだろうな、外枠引いちゃうんだろうなとブツブツつぶやきながらね、くじを引いたら本当に8枠16番を引くということでね、逆の意味で持ってたなと、いうことでね、まあシュバルグランね、これでまあ4年、 4回目の出走になるんですがすべて10番以降の枠ということでねなかなか内枠で走らせてもらえないんですけどもただシュバルグランはねなんだかんだ言いながらも2年連続3着ということでねナイスネイチャー以来の3年連続3着も狙えるかということでねまあシュバルグランにとってみればもうとにかく当日外枠の外差し馬場になってくれということを祈るだけかなという気がします。 やはりね、8枠16番はきつい枠ですのでね、どうしても外外回らされてね、距離損もありますし、この枠からなかなか打ち切れるということはね、どうしても難しいのでね、まあ、とにかく外差し馬場を祈るのみかなという感じがしております。はい、ということでね、簡単に、まあ、枠順が決まったということで、一歩一歩お話簡単にさせていただきました。はい、まあ、最終見解はね、 まあ、メンバー考察の時にも言ったんですけども、まあ、土曜日の馬場を見てですね、内のみなのか外のみなのか、当日のね、馬場状態がどのようになるかということを予想いたしまして、最終見解は土曜日の夜にですね、動画を作ってあげたいと思いますのでね、あの参考にしたい方はそちらの動画をご覧ください。ということでね、今回の動画は、有、ま、馬、あ、記念の枠順が決まったということでですね、まあ、簡単にですがね、一頭一頭お話しさせていただきました。 以上です。